石井しおりは日本のナレーター。九州朝日放送及び北海道文化放送の元アナウンサー。九州朝日放送アナウンサー時代の名義、石井しおり。出生した際に母はしおりと命名したかったが、当時は常用漢字にしおりがなかったのでやむなくしおりと命名したらしいと石井本人は述べている。東京都狛井市出身。 身長156センチメートル、血液型は A 型。東洋 A は女学院中学部、高等部、上智大学総合人間科学部社会学科卒業。中学、高校はダンス部、大学はラクロス部に所属。2009年度ミスソフィアコンテスト最終候補。長岡大河と共に、KBC 九州朝日放送に2011年4月に入社し、 アナウンサーになる。2013年度には、KBC スポーツ応援団、フィギュアスケート担当として、グランプリファイナル福岡を盛り上げた。その際、アメリカ大会、中国大会を取材し、海外中継も行っている。また、パオ・ NEC ・シオリと、深瀬里清が、パン・キューとして、インディーズ両英面、シングル、キラキラのイメージ、ライズで、KBC 在籍時に CD デビュー。 2014年3月末 KBC 退職に際し、テレビ朝日安クから KBC への派遣でした。フリーアナウンサーとして、福岡を拠点に活動していくと、ブログにて発表。活動名義を、石井しおりから、戸籍上での表記の石井しおりに変更した。福岡から2015年3月30日に、北海道に転居。 北海道文化放送に2015年4月に入社。同期入社は、都築美香、柴田平春。同年4月9日、みんなのテレビで UHB の番組デビュー。入社後は、テレビ番組出演のほか、ナレーションや、札幌コレクション2015、2016の MC や、明治カップのプロアマ大会、本大会の司会なども務めている。2018年4月末日をもって、 北海道文化放送大社、ナレーターとなる。2018年5月より、シグマセブン E 所属。ジップ、金曜日のナレーション担当。2020年7月より、シグマセブンに所属が変更された。イカアーカイブ、ありがとうございます。